いつもありがとうございます。ジュエリー村上です。今回はミニ超音波式加湿器、どこでも使える加湿器についてお話します。どこでも使える加湿器っていうのが欲しいですね。お手軽な加湿器が欲しいということです。加湿することによってメリットなんですけども、よく言われているのは、美肌作りとか、乾燥肌の改善、喉の痛みの解消とか、風邪インフルエンザ予防に湿度を意識するってことですね。で、保湿力を向上する。冬とか、部屋、春夏秋冬ね、シーズン問わず部屋によっては乾燥するような部屋があると思うんですけども、そういったところではね、ちょっと体のね、ケアを意識しないと少しトラブルが起きますよね。部屋の湿度が上がると、体感温度が高くなって、新陳代謝が通常よりは活発になるということで、暖房もね、少し節約になるかもしれませんが、今回のね、加湿器は大掛かりな加湿器ではなくて、卓上に置いてね、ちょっとその、喉とかね、肌を、肌といっても顔のとこ、顔とかね、そういったところの、ケアですよね。を考えたものをちょっと考え、リサーチしようと思いました。肌の水分蒸発を防ぐ効果があるということで、こういった加湿器ね、探してみたんですけども、いろいろありますけども、持ち運びができるっていうのが一番いいですよね。で、今回その、見つけてきたのは、コンパクトで、空のペットボトルがタンクになって、加湿器としてね、機能するというものですね。なので、ちょっとこう、コンビニなどでミネラルウォーターなんかが使えるとかね、飲んだ後にその水を入れて使えるとか、そういう類のものですね。ただそのペットボトルの口と加湿器の口のサイズが合うかちょっと不安になったりしますけども、中にね、アタッチメントが入っているので安心っていうことですね。ただ電気の方は、その電源は単三電池3本または USB の給電なので、一応ね、スマホなんかのね、充電器持ってれば、USB でね、充電器で使えるので、これも安心ですよね。で、重さはその本体のみで約106グラムという、軽量なんですよ。なので、置き場所に困らないですよね。ちょっとコンセント入れなきゃいけないとか、そんなことがないので、特に、パソコンのところとかね、机のところで仕事するとか、いろんな家事とかね、するときに、ちょっとキッチンの近くに置くとか、そういうのはすごく便利ですよね。使用可能なペットボトルの大きさなんですけども、2リットルサイズだとこう、水替えがしなく少なくて非常にいいかもしれませんけど、ちょっとそれだと不安定でパターンと倒れたりしますんで、ちょっと気をつけていけないですね。500ミリリットルとかね、今じゃそのコンビニで660ミリリットルありますけども、こういったね、ペットボトルだと安心して使用できますので、非常にこう、購入欲を少し、湧くものだと思います。ということで、今回はどこでも使える加湿器、ミニ超音波式加湿器について、お話ししました。ありがとうございました。